はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、スプリガンズがね実装されたことによって結構いろんな面白い動きが、できるようになっていまして、今回はですね、ABC ドラゴンバスターと組み合わせたスプリガンズ ABC というデッキをご紹介していきたいなというふうに思っております。これめっちゃ相性が良くて、ルート上でスプリガンズの、強みなんですけど、召喚権を使わないでめっちゃ展開できるんですよ。ゴールドゴルゴンダプラスなんかスプリガンズモンスターっていう動きから、なんか召喚権を使わずにめちゃくちゃモンスターがいっぱい並べられるので、しかも機械族のね、なのでなんかね結構ね、何でもできるんですよね。何でもできるこのギミックは。で、今回はギアギガントクロス、そのジェネクスバードマンっていうモンスターを組み合わせるとですね、フィールド魔法を何でもサーチできるっていうギミックがあるんですね。これエンシェントフェアリーで召喚権を使わずに、まあ使う これを、召喚しないといけないんで、まあここで召喚権使いますけど、ルート上、スプリガンズムーブをして、まあこれ対戦動画見ていただければいいんですけど、スプリガンズムーブをしてめっちゃモンスター並べた上でギアギガントでアーリージェネックスサーチして出して、エンシェントフェアリーで、まあ、ゴルゴンダ貼ってあるんで、ゴルゴンダを破壊すると何でもフィールド魔法がサーチできると。で、フィールド魔法で、まあ、何が一番サーチして強いかという話なんですけど、まあ、いろいろありますけど、諸説ありますけども、まあ、ティアラメンツとかやっても強いですけどね、もちろんね。今回は、このユニオン格納庫にしました。ユニオン格納庫自体は、なんだっけ、ABC のギミックを使うことができて、でさらにエンシェントフィアリーがあのモンスター特殊召喚できるじゃないですか、一旦に一度手札からレベル4以下のね。なんで、持ってきた ABC 出せるんですよ。だからここがすごいね、噛み合ってて、まあ、スプリガンズギミックって本当何でもできるんですけど、今回は ABC と組み合わせてきたという感じですね。これ本当にね、なんかね可能性無限大だから、これ本当に何でもサーチできるんですよ、エンシェントフィアリーのギミックが。だからね、これねティアラメンツとかもね多分いけると思いますよペルリア1枚しかないペルリーノとかサーチできるんで、これはい、まあちょっと今回は ABC ですけど、まあ、皆さんもねぜひねこのスプリガンズギミックを使っていろんなデッキと組み合わせて遊んでいただければと思うんですが、早速ねこの、最強モンスタードラゴンバスター出していきましょう。デュエルスタンバイ。なるほど、タリホを引いているブーティーある。とりあえずブーティー発動。まあスプリガンズってのはねゴールドゴルゴンダがないとね何にもできないんでねまあ、とりあえずゴールドゴルゴンダから発動していくのはまあこれ当たり前ですね。で、ブラザーズ墓地送ってメディメーカー出していく。エクストラがさこのデッキ足んなすぎてさ、ちょっとそれどうにかしてんだけどな。まあロッキーかで全員乗り込んでいきましょう。さあロッキーとほいブラザーズ乗り込んでいく。よし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 、いいぞ。でこれでスプリガンズエクシーズモンスターの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。ギガンティックチャンピオンサルガス爆弾かっこいい。そしてギガンティックチャンピオンサルガスの効果を発動。これちょっとタリホあるんでレギュラスリーですかね、これね。機械ともいねえからタリホースプリガンズ発動。タリホーでオーバーレイユニットをめちゃくちゃいっぱい使いまして、でキット持ってきます。あーキーアルかキットじゃなくていいか。まあいいや。で3体モンスター爆弾させます。おいおいはいとオーケーで、これ全部効果発動しなくてよくて、とりあえず1回レギュラスを特殊召喚しましょう。でメリーメーカー装備しながら特殊召喚して、これでこれ以降のね誘発をケアしていくと。レギュラス君もねちょっともちろんコストがいるので、ちょここまでいかないとねレギュラス出せないから、なんか誘発ケアにはあんま合ってない感じはするんだけどね。レギュラス自体はちょっと引いちゃってんだよな。なんか最強モンスター史上最強モンスター引いちゃってるから、これ多分 CM してものでよくて、これ多分ギアギアントクロスをね普通だったら出すんですけど、もう引いちゃってるんで、まあ、バードマン普通に出して、シンクロ召喚していきましょう。はい、まあ、普通だったらここはギアギアントクロスで今の バードマンをサーチしてきて召喚するっていう、まあ、召喚権使ってないんで、ね、なんかあるのこれ、なんか一生なんか光ってるのこれ、なんだろう、ちょ分かんねえ。ビーステッドか、ビーステッドなんだこれ多分。ビーステッドだ、あれだもん闇属性いったから墓地に。
なるほど、ビンセットケア必須だな。じゃあまあ格納活動、まあ何かしらのビンセットがいるね。これね、あのね、 ABC が全部光属性だからめっちゃ逆風なんだけど基本的にはめっちゃ逆風なんだけど、まあまあなんとかします。あのレギュラスいるんでなんとかなります多分。ほいで、ユニオン格納庫の効果を発動。エビーバスタードレイクにユニオンモンスターを装備して、まあ装備したモンスターはこのターン特殊召喚はできないっていう制約が入っちゃうんですけど、ユニオンドライバーの効果で自分除外してなんか適当なやつ装備すると、まあそいつは特殊召喚できるっていうか、盤面埋まってんなこれ。盤面埋まりまくってて腐った感じだこれ。じゃあね、これちょっと待って、あー装備直接装備でよかったな。じゃあこと ここしかないですよねこれね。 AB が墓地行ったので、マスカレーナ爆弾して、いやこれでもハンドねえなABC は爆弾するけどこれハンドねえけど、これ大丈夫これ。あ、いや、あーまあでもハンド、いや大丈夫か、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だ、これで楽園の起源で持ってくるから大丈夫だ。で起源効果発動で、クラッシュワイバーニングを墓地に送って、はい、でスプリント墓地送って、で当たり前にサーチ、はい、きっと。でまあここで普通はきっと特殊召喚してランク4しに行くんですけど、今回はなんかめっちゃ全部引いてたんで、3体をゲームから除外して、で ABC 爆弾させていくと、おい OK で、エンドフェイズスプリントの効果も発動する。さあどうする、そろそろ B セット使った方がいいんじゃないか。これでですね、スプリントの効果発動して、まあ、チャンピオンサルガスが出てきて、あ違うわ、キャプテンサルガスが出てきて、ダブルサルガスと、ダブルサルガス支援 ABC レギュラーズカッコマスカレーナみたいな、まあちょっとあの ABC ドラゴンマスターとマスカレーナはあんまり相性良くないんですけど、輸入コーンが出ないからね。まあその場合はなんかあのアポロウサとかなっちゃうけど、でサロニール効果、それ使っといた方が良かったんじゃない、一応それもう遅いけどね、だいぶだいぶ遅いけど、それ先に使っといた方がまだ良かったと思いますけどね。まああのどれかはレギュラスか、でもさっきのチェーン多分ビーステッドだったと思うんだけどな。あ、楽園ビーステッドね、オッケー。楽園ビーステッド&断罪オーケー。断罪オーケー。で、ワンドローオーケー。愚かな埋葬。愚かな埋葬。深淵に潜むものを。楽園を引けないのかな。さあ、愚かな埋葬を発動し、墓地のモンスターの効果を完全に無効化していくと言ったところ、まあ、楽園融合も CC だ、レギュラスかな、多分一発、まあ、効果無効にしちゃえばね、発動無効じゃないんでレギュラスは効果無効にしてるんで、まあ2枚持ってても大丈夫という感じなんですけど、まあ、2枚持ってることあんまないけどな最近だと。メルクーリエなんだこれ、アナコーナーでも行くんか、これアナコンダルート、あーなるほど、まあドラゴンバスターですねはい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 、さよならさようなら、はいさあ楽園を引きづらい楽園使いに人権はないと言われていますが、あなるほどセット、はいはいはい、なるほどですね、なるほどなるほど、セット不楽園、なるほど了解です。というかに、あもう手札1枚ですね。あとまあスプリガンズキャプテンサルガス君の効果発動しましょう。でオーバーレイユニットを1つ使うと表側のカード割れますよって効果があって、これで不楽園割ります。でオーバーレイユニットが使われたので、キャプテンサルガスの、あチャンピオンサルガスの効果によって2カードを割ります、破壊します。楽園の獣でした、何も残りませんでした何もさせませんでした、ありがとうございます何にもできなかったようですね彼。バトルフェイズいきましょう。足りてるよね、打点がさ低すぎてたまに足りてない時あんだよな。大丈夫そうなのね、はい、上振れるとこんな感じ。
展開はね。まあちょっと誘発あんま良くないんで、あの普通に誘発1、2枚で止まりますけどね、ゴールデッキ。はい、対戦ありがとうございました。うん、なるほど。これは格納庫も引いていて非常に手札強いといったところ。ブーティー、テラフォーミングの被害者ではあるんだよね、ゴールデッキって。あのめちゃくちゃ踏むからさ、誘発をだから貫通できないといけなくて、で、スプリガンズモンスターとゴルゴンダーに、まあ、今回みたいにね、あのユニオン格納庫とか引いていると、あ、なんか無限保養かなんかあるのこれ、あ、エフェクトベイラーか、なるほど、 OKOKOK、 それがね、あれですね、ちょっと非常に厄介なところで、あとビーステッド踏むっていうねあんまりなんかその環境には合ってないけど、このデッキ楽しいからいっか、別に ABC かっこいいしね。一回ダッシュに行くしかなくて、 OK、 タルガス、これはねレギュラースルートっすね、タリホーじゃなくて、なんでちょっと墓地に機械族残しておかないと装備できないんで、あー、うざっ、強っ強っ、ベーラー包囲を撃たれても動けるっていうところをちょっと見せていきたい。ベーラー包囲を撃たれてもこれがあれば動けると、召喚機を使わないで一応これこれで展開できるんで、なんでこういうことできるんですよね。さあ、ここから展開していきましょう。 B バスタードレイクからの遊郭の子を発動で、B バスタードレイク対象にとって、ユーンドライバーを装備で、ドライバー効果発動除外、さすがにもうないね。 OK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 、まあ、ベーラー包囲を撃たれて展開できるんだったら御の字でしょ。で、アサルトコア、はい、まあ、ハンドによるけどな、誘発が超えるかどうかは。まあ、今回の場合は結構ハンド、まあ結構ね、やあの強かったので、まあいけるんですけど、で、今回はちょっとアハシマとかいうモンスターを出さないとアハシマとかいうモンスターを出さないと、エクシスができないので、エクシスっていうか、あの C を、墓地に送る手段がないので、B バスタードレイクと、A は使っちゃダメだから、これするだね。結局やっぱ条件としては難しいのは、やっぱりね、あのあれなんですよね、あの ABC を墓地に送んないといけないっていう、だから B ステッドも踏むし、なんだ、今の環境だと石図はあんまりないかもしれない、石図とかも踏むんですよね。だね、そこそこきついんですよ ABC っていうギミック自体が。で、独自召喚はこれは深淵かな、リンク先は埋めちゃダメ。アハシバとかいうモンスターさ、リンクスワにできないとかいうさ、クソみたいな制約あるからさクソ制約あるからさ、めちゃくちゃきついんだよな。ちょっと一回 C を送りましょう。で、これ C を墓地に送っとかないといけないということで、これで ABC ですね。もちろん A、B、C ゲームが除外。あ、これ格納庫戻してなかったこれ、サルガスで。いや、でも今関係ないか、2体目は出ないからあんま関係ないか、あんまり関係ないな。ドラゴンバスターどこにいや、これ一応多分ね、これ格納庫戻してなかったさ、B が2枚目入ってるから、一応レベル4が持ってこれるから、一応格納庫は戻した方が良かった気がするわ。あんまりあれだな。まあでも深淵と ABC って感じですね、これで。紅葉とベーラーな投げられてこの盤面作れてると強すぎるだろ十分だろこれ、十分強いわ。で、増殖する G は一応、参戦ケアで、ドローフェンスに打ちましょう。で、それは通っていく、 OK、 それは通っていく。で、ハシマとかいうダリアネモンスターはもう本当に意味がないから、これ今一切で、ビーバー効果はまあいいです。スプライトですね。で、アンコー OK、 いいでしょう。まあリンクでもよくシーズでも、まあ、とりあえず出てきたモンスターをしょればいいかなと思うので、一応今回3枠空いてるんで ABC が分解できるんですけども、ギガンティックスプライト OK、 ギガンティックスプライト OK、 これさっきこっちからかな、深淵に潜むものから発動して、で、ロッキーを墓地に送って、で、オーバーレイユイットを使われたのでギガンティックチャンピオンサルガスの効果、スプライトを破壊、
まあ、バウンスでもいいんだけど、まあ、これ破壊の方がいいな。フライトは戻さない方がいい。よし。で、モンスター減る。エンドフェイズ。あ、キャッシーか。なるほど。なるほど、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 なるほど。キャッシーはいいわ。はい。いいでしょう。で、ここでドラゴンバスター効果発動。まだいっか。ほいな。で、ドラゴンバスター効果。手札を1枚捨てる。で、相手のモンスターを除外したとこっち。もうマジでバスターテルクいらないね、これ。バスターいらない。で、メルフィキャッシーをゲームから除外。することによって、もうラッシーさえもサーチをすることができないと。で、ABC ドラゴンバスターの効果を発動して、自身を分解。ほい。で、除外ゾーンから A と B と C が戻ってくると。いけ！よし。はい。はい。アハシは邪魔だな。アハシはちょっとマジで邪魔だな。で、ドロー。オッケー。これで一応ね、ランク4してからギアギガントクロスで、アーリージェネックス、バードマン持ってきてからエンシェントフェアリーみたいな動きもできるんですけど。まあ、これ殴ったら勝ちなんでね。はい。対戦。ありがとうございました。トウ。今のはこれ採用だな。エフェクトベイラーと無限ホイを打たれてここまで展開できて強いだろ。いやー、なんもねえか。ちょっとさすがに高校は弱いっすね。まあ、先行でもまあ展開通んないと弱いっちゃ弱いんだけど、このスプリガンズのあの可能性は感じてるわ。召喚剣を使わないで一応展開はできるんで、まあ、手札2枚使うけど、2枚コンボではあるんだけど、あのスプリガンズゴールドゴールゴンダープラスなんかスプリガンズ系のカードで召喚剣を使わずにかなり展開ができるんで、だからまあなんかと組み合わせることはできそうなんだよな。うん、なんかスロットがあんまりいらないデッキ、なんかその出張パーツ詰め合わせセットみたいなの入れてもいいかも。デッキとしては結構面白いかもしれない。勇者とかとも相性いいと思うし、召喚したモンスターの効果あんま使わないから勇者もいいと思うし、スプリガンズ自体はね。あとね、なんだろうな、なんか適当にモンスター並ぶからなんかアナコンダとかも出せるし、楽いいこと打てんじゃん。だからまあちょっとデッキ内のね、あのゴールドゴルゴンダをね、あれありえない量入れないといけないっていうところだけだね。それだけなんだよな。なんかそこサーチもちょっとさしてくれたらなとは思うんだけど、まあ、サーチはでも十分あるか。まあ、9枚耐性ぐらいできるから今。まあ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 、まあ、よしとしよう。まあ、カオスルーラーからのフォクシーチューンで世界が終わっていくスタイルですね、俺。さすがに無理か、これ。およそ世界が終わりそうな動きしてるな。ああ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 。ティアラメンツ規制されたんちゃうんかい。ティアラメンツとかいうデッキ、手足もがれてもまだまだ CS 入賞してんのやばくないっすか。なんか OCG のさ、なんか大会結構いろんなことやってんじゃないですか、非公式大会を。なんかまあ、入賞デッキとか、まあ、結構 Twitter でよく見るんですけど、どんな今デッキが強いのかみたいなの情報収集するために。やばい、シンクロフュージョンとかいうなんか激変音差が出てる。これ何これ。なんかティアラメンツなんか制限カードとか禁止カードバリバリ出してるのにまだまだ活躍してるの、これやばくない。これ何、これどういうこと。シンクロフュージョン、ミラクルシンクロフュージョン違うわ、マジカライズフュージョンだ。マジカライズ、いや、え、マジカライズフュージョン、あれなんかこれやばいことしようとしてるのこれ。マジいぞこれ。なんか激ヤバモンスターを盤面に、劇的に打点が高いモンスターを盤面にめちゃ並べてる説あるんじゃないこれ。マジカライフェンション、これ何が、一体何が出てくると言うんだ。シンクロフュージョンリストプラス、沼地の魔獣王。これ、時の魔導士だろ。やばいやばい、恋終わったらいたら死ぬ、恋終わったらいたら死ぬぞ。外せうわー。やらめん使ってやることじゃねえ、これ。